こんにちは、かますです。今回はアディダススマートボールを紹介します。こちらアディダスマイコーチスマートボールはスマホと連動して自分のキックを分析できるツールになります。実はこれ2014年の9月約6年前に発売された商品になるので、知ってる人も多いと思います。ボールの内部に三軸加速度センサーが内蔵されていて、専用のアプリで自分のキックの詳細が分かるようになっています。アディダススマートボールは専用のチャージャーで充電することによって Bluetooth でスマホと連動させることができます。専用のアプリを使って分かる詳細は、キック力、スピードですね、ボールのキック位置、キックポイント、ボールの回転数、ボールの回転方向、ボールの軌道がアプリで分かるようになっています。その他にもプロの選手のキックとの比較や、友達とのキックバトル、キック対決などもできるようになっています。またこのアプリではフリーキックのポイントやカーブ、無回転、ブレ球などの切り方のコツなどを教えてくれる項目もありました。だいたい重量と質感、サイズ、飛行距離などは競技用のボールとだいたい同じようになっていると思うので、後で欠点に確かめたいと思います。当時約4万円で購入したと思います。ではひとまず蹴ってみたいと思います。普通のボールと蹴り比べてみます。だいたい蹴った感じは普通のボールとあんまり変わらないですね。じゃあ実際にアプリと連動させて蹴ってみたいと思います。このスマートボールは指定の置き方を押してから蹴らないと正確な回転数やスピードが表示されないみたいで、ボールのロゴを自分の方に向けてまっすぐ置かなければいけないみたいで、なので動きの中からドリブルなどからのシュートは計測されるのか、それもちょっと試してみたいと思います。今のでだいたいシュートスピードが82キロ、回転数129、この回転数というのは1分間の回転数になります。次にカーブを蹴ってみようと思います。もうちょっと縦回転だった方が落ちたかなって感じですね。スピードもやっぱもうちょっと速くないと。今度は、なるべくボールを回転させないように蹴ってみたいと思います。こんな感じで今蹴った球の回転方向、トップスピンなのかバックスピンなのかとかをもう分かるみたいです。
次は、このチャレンジのパワーチャレンジというものをやってみたいと思います。この項目では対戦モードと、自分一人で挑戦してみるという設定できるみたいで、この速度圏内にのシュートを打てるかというチャレンジになります。90から110でやってみたいと思います。じゃあ最後に一つ気になっていた転がっているボールを蹴っても測定できるのか試してみたいと思います。やっぱりフリーキック専用のまあボールということで、転がりながらのシュートはエラーが出て測定されないみたいです。今日紹介した項目以外にも友達とシュートスピードを競える項目もあり、今日できなかったんですがプロチャレンジというプロのようにキックができるかという挑戦で、そのレベル1、レベル2、レベル3とこれができるかどうかを自分で試せるという感じになっています。一番難しいレベル3の壁越えでは、シュートスピードが78キロに回転数が330、今後そういうのもやってみたいと思います。このアプリには自己ベストキックといって、最高スピン、最低スピン、最高スピード、他にも何項目か、記録が残せるみたいになっているので、こういうのもやっぱりやっていく上で自分のモチベーションになるんじゃないかなと思います。あと回転数といったら、最近買った、プレデター20プラスの回転数を、上げれるというのが、魅力の一つであるので、 18.1 と、切り比べなどをこれでしてみたらちょっと面白いかなと思うので、次回はそれをやってみたいと思います。